ケネバンクはアメリカ合衆国メイン州ヨーク郡に属する町である。2010年の国勢調査では人口1798人だった。南東のメイン湾岸にケネバンクポートがあるが別の町である。町域にもいくつか海浜があり、その他レイチェル・カーソン国定野生生物保護区1799年建設のケネバンクイン。 多くの歴史的造船業者の家、及び1500エーカーの自然トレイルと、ブルーベリー畑があるネイチャーコンサーバンシーの、ブルーベリーバーレンズがある。ケネバンクとなった地域はまず1621年に入植され、貿易の町として、後には造船と、蛍光業製品の出荷拠点として発展した。1820年まではエルズの町に属していたが、この年に、 別の町として法人化された。ケネバンク、この名前がついた世界で、唯一の町という標語が、アメリカ国道1号線沿いケスレン加工場に、付けられた、地元では有名な看板に大きく書かれた。アベナ貴族インディアンの言葉でケネバンクは、長く切られた包みを意味し、ケネバンク海浜の背後にある長い包みを指していると、考えられる。ケネバンクの海岸線は、 大きく三つの部分に分けられる。マザーズビーチ、ミドルビーチ、またはロッキービーチ、グーチーズビーチ、またはロングビーチの三つである。ケネバンクビーチとは別にパーソンズビーチがあり、夏の賑わいとは無縁な静かさがある。マザーズビーチという名前には地元でいくらか議論がある。地元住民の多くによれば、主要な三つの海浜の中で一番小さなこのビーチは、 ビーチアベニューとリッジアベニューの交差点にあり、公式にはケネバンクビーチあるいはブースビービーチである。ブースビービーチという言葉は1730年代半ばにメーベル・リトル・フィールドがリチャード・ブースビーと結婚し、ブースビービーチと呼ばれるようになる場所近くの土地に入植したことから来ている。ブースビー家に関する情報はオールドニュース、フロム・サザン・メインから シャロン・カミンズによるメーベルとリチャード・ブロスビーに関する記事から取られた。今日のケネバンク出身者の多くはブースビービーチと呼ばれていたことを忘れており、長い間にケネバンクビーチあるいはマザーズビーチと呼ばれるようになった。古い住人はディプシーバスビーチという名前も覚えており、以前にそこにあった公船に由来している。マザーズビーチという呼び方は1980年代まで。 広がっていなかった。地元住人の中にはその年代について異論があり、1950年代後半にはマザーズビーチと呼ばれていたことを覚えていると言っている。その名称は、この海浜が小さく、外して穏やかであること、また、太陽の下と上に岩があることから泳ぐ人にとって安全な自然の対比所にしたことで、 母親が子供たちに目を配ることができると人気が出たために変わってきた可能性がある。その名称は公式のものよりはっきりと除述的であり、最近設置された道路標識にはマザーズビーチに行く方向を示すものもある。上記のような海浜の名前とは対照的に町のウェブサイトでは許可はグーチーズビーチ、ケネバンクビーチ、マザーズビーチで有効と表示している。 さらに、公共の駐車場のないリビーズビーチとクレセントビーチがパーソンズビーチとマザーズビーチの間のケネバンク、町内にある。19世紀と20世紀初期、多くの工業資本がケネバンクのムーサム側に引き付けられ、その工場に動機を提供した。ここで事業をやる会社の中に、ケネバンク製造会社、ムーサム製造会社、レザーロイド会社、ロジャーズ繊維会社があった。 ケネバンクは夏の人気ある観光地である。街には初期の建築物の例があり、最も著名なのはウェディングケーキハウスがあり、連邦様式の住居に糸の子で切られたコシック装飾がある。これはジョージ・ワシントン・バーンがその晩年に長年連れ添った妻のために家につけ加えられたものであり、伝説にあるような船の船長が海で失われた。 若い花嫁のために行ったものではない。地元経済は観光に基づいている。自然健康食品の製造者トムズ・オブ・メインの本社が町内にある。町の公文書保管所はメインストリート沿いの地元歴史と芸術のセンターであるブリックストア博物館にある。多くの住人がポートランド市、ニューハンプシャー州、マサチューセッツ州に通勤している。 ラファイエットのニレの木は1825年にラファイエット公爵がケネバンクを訪問したことを記念して植樹された木である。その樹齢、大きさ、さらにケネバンクの街路樹になっていた数百本のニレの木を死なせたオランダニレ病にも生き残ったことで有名になった。このニレの木は町の紋章にも描かれている。ケスレン加工場が改修されてラファイエットセンターと改名された。 州内でも最古クラスの銀行である、オーシャ銀行とケネバンク貯蓄銀行の二つも残っている。メイン州にあるこれより古い銀行としては、そこをアンドビデフォード貯蓄銀行とバンゴ貯蓄銀行があるのみである。サマー通りがメイン州では最初の歴史地区となり、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。ケネバンクは1903年。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は43.87平方マイルであり、このうち陸地35.05平方マイル、水域は8.82平方マイルで、水域率は20.10%である。ケネバンク側とムーサム側が町内を流れている。アムトラックの線も町内を通っているが、停車駅がない。 最も近い駅は、ボストン方面のウェルズと、ポートランド方面の祖国である。キングスハイウェイ、1912年頃、ケネバンクビーチ、パーキンス農園、1910年頃以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ケネバンクと隣接するケネバンクポートは、地域教育学区。 第21を構成している。学校は、コンソリデーテッドスクール、ケネバンク小学校、シーロードスクール、ミドルスクールオブケネバンクス、ケネバンク高校である。ミドルスクールオブケネバンクスは、メイン修学修技術イニシアティブと呼ばれる7年生と8年生の、生徒全員にノートパソコンを配布するプロジェクトの対象校である。2000年、一軍の生徒が、府警や地元住民と組んで、 小さな代替高校であるザニュースクールを設立し、近くはケネバンクやウェールズから、遠くはポートランドやニューハンプシャー州、サマーズワースから生徒が入学している。この学校はメイン州の認証を取得し、2001年6月には最初の卒業生を出した。学習内容は地域に密着した学習に集中している。町内を更新する兵士、1918年頃。 ありがとうございます。